はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は、会議ってなんでやるねんっていう話をね、していこうと思います。ね、もう書いてある通り、上司ってなんかね、会議ってやりたがりますよね。で、会議って実際のところ、各会社さんでどのくらいやっているのっていうところから入ろうと思うんですけれども、まあ、ここはね、まあ、皆さんの会社に関して、どのくらいの頻度とか時間、で会議やってるでしょうか。まあ、例えば朝礼とかね、部門会議とか全体会議とか定例会などなどですね。でこれが NTT データ経営研究所っていうところの調査を見てみると、なんとですね、全体に業務に占める割合の約 15% もやっているという結果、驚きですよね。これ1日8時間皆さんが就業しているとしたら、1時間今日毎日会議をやっているっていうことになるんですよ。これだけの時間長く割合が続けば、もう割合が高ければ会議って無駄なものだって感じる人がいて当然だよねっていう話なんですね。まあ当然っちゃ当然なんですけど、全部の会議は無駄っていうわけではないんですけど、まあそのうち、まあ同じ研究所からね、調べてみると、約4割の人が内職、メール打ってるとか、資料作成してるとかっていうことをしてるんですよ。で内職して会議の話を中途半端に聞いていたりとか、発言もしないのであれば、会議なんてあってもなくても、いてもいなくても、なんて思うのは、現場の人からしたら当然っていう話ですよね。で、会議の、全体の1、2割程度しか自分に関係のある話としか考えていないので、残り8割から9割っていうのが、自分にとってこの時間って関係ないよね、無駄だよねっていうふうに思えてしまうと、まあそれはない方がいいわっていう話になるんですよ。ところが、会議に遅刻したりとか、欠席したりとかすると、まあ、上から怒られるから無駄だと思っていても、まあ、評価査定に響くんで参加してしまうという、まあ、これはまあ人間の差がっていうやつじゃないかなっていうところなんですね。で、さらに、もう社会人が会議が嫌いな理由っていうところでいくと、時間が取られる以外にもあるストレスがあるんですよね。例えば長々と同じ話を繰り返す上司とか、なんか全員の前で晒されるように指摘をされるとかね、まあこれは僕何回もやられたことあるんですけど、で後でまあ見ることもない議事録を取らされるってね、こんなもん誰が見てるんだっていう議事録でもやっぱ取ってることがあるんですよね。で会議とは別で資料の準備のためにかかる時間ということですね。なんか会議のために各自まとめた資料とか、それからどっかに提出しなくちゃいけないとかね、そのために数値をどっから拾い上げてうんぬんかんぬんっていうのをやったりとか、その1時間じゃ済まないんですよね。はい。で、なぜこんなに会議っていうのには、まあ、無駄が多いのかっていう話なんですよ。ところが、一般の社員からすると会議って無駄なんだよなって思ってたとしても、上司にとっては会議って無駄だって思ってないんですよ。で、主催する側は無駄に思っていないっていう点に、実際に会議を行う部分でのギャップがあるというところですね。例えばどんなことかっていうと、月に1回の全社会議があるという場合ですね。一般社員の人は無駄だと思っている人が多いとしても、経営者とかマネージャーは全員に話がしたいとか、全員が顔を合わせることが重要だなっていうふうに思ってるんですよね。ところが中身は実際メールで済む程度の内容だったりとか、あるいは普段から会話しておけば、まあ、わざわざこんな1時間とか2時間とか時間とかで作らなくてもよかったじゃんっていうような話だったりするわけなんですよね。ところが、まあ、メールだと見ないとか、普段俺たち時間が取れないんだっていうふうに、まあなんかそれっぽい理由をつけて、会議をしたがるっていう理屈につながっていくわけなんですね。で、会議を開く理由の誤解っていうところなんですけど、まあ、こうやって見ていくと、会議をやるっていうのは現場のためじゃなくって上司のためだっていう捉え方ができてしまうのも仕方ないかなっていうふうには思います。確かに一人一人と話す時間を作ることができないから、一人一人に聞くよりもまとめて聞いた方が効率的だっていうのは、確かに合理的な考え方っちゃ合理的な考え方ですよね。確かに上司は1時間強でまとめて部下と会話ができるから楽に思って何度もやりたがるっていうのはそうだよなって思うかもしれないです。じゃあ必要な会議って一体何なのっていうと、なんか報告の会議とか無駄なんですよ。でもアイディアを出すための会議、なんかね、季節限定の新商品でどんなものがいいかなっていうのを考えたりとか、まあ、かねてから来るそのお客様先のなんか総入れ替えのタイミングでうちが打ち出す新キャンペーンとかなんかないかなとかって、そういうアイデアを出すための集まりだったら必要なんですよ。集まって
て議論を交わさない限り新しい考えっていうのは生まれないわけなんですね。本人が一生懸命考えたとしてももう本人の知識知恵の中だけでおとどまってしまうものなので、新しいものを考えたり生み出すためだったら人と議論を交わすことが大事だっていうことなんですよ。ところが単なる報告のための会議なんかであればわざわざ集まってまで行う必要もないし、書類提出したらそれで終わりっていうふうにしてしまう方が楽なんですよ。集まらなくても問題ないよねっていうふうに思われているわけなんですよね。ところがこれを上司の目線で見れば会議をしないっていうことが不安に思いますし、現場でやってることは普段なかなか見えないし、社員がどんな気持ちで働いているのかもわからないと、でやる気があるのか困っているのか判断がわからないっていうわけなんですね。まあこれも普段から見とけよっていうね、まああなたのマネジメント能力次第じゃないのっていうふうに思ったりするんですけどね。だからそう まとめていくと会議をやる理由っていうのは上司不安の解消の時間っていうことなんですよ。合理的な業務を行うためでも業績を上げるためでもなくって、ただ単に不安だから私の不安を取り除いてちょうだいっていうね、もう嘆きの時間なんですよね。だから現場が無駄だと思う会議を減らしたいっていうことであれば、上司の不安を普段から減らすことができるように現場から会話を持ちかけて必要な相談をしてコミュニケーションを増やすっていうことで解消の一気につながるということなんですね。だから無駄を減らすためにはやっぱり日常のコツコツっていうのが欠かせないっていうことですね。例えばこれ会議の話をしましたけど、親子とか夫婦の会話もそうだと思うんですよね。なんか月に1回まとめてなんか家族サービスドッとするよりも、普段からおはよう、行ってらっしゃいとか、おやすみ、ごちそうさまとかっていう声掛けとかっていうのを、まあ普段からしている家族とそうでない家族とでやっぱり家族仲っていうのが違いますし、万が一喧嘩をしたとしても修復が可能か時間がかかってしまうかっていうところの差にもつながってくるところになるんで、まあ、そういった日常からのコミュニケーションっていうのを大事にしていただくのが非常にいいんじゃないかなというところです。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。では次回お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。